はい、えー、マイナ国紹介ですね今回はその第20回目ですはい で今回紹介するのがですね、えー、東南アジアの東ティモール民主共和国で。タイトルとしてですね、21世紀最初の独立国という形でですね、進めたいと思います、はいで。まずですね、これ東ティモールの,あの周辺地図なんですが、えーとですね、このティモール島ですね、このインドネシアの東側ですね、で場所としてですね、オーストラリア、でここにパプアニューギニア、あとあのボルネオともですね、まあ、これのちょうど真ん中ぐらいにあると。 いう形ですかね、はい、でこれはあの東ティモールの地図でですねこのティモール島のですね、えー、この右側半分でットのディリーが、えー、こう海沿いですねちょうど、まあ、ほぼ真ん中あたりですかねはいでここですね、あのー、オエクシというですねこう飛び地がありますね で、東の森の歴史ですね。これ、あの、まず1511年にですね、あの、ポルトガルがの、白壇ですね、あの、項目ですね、を求めて来航して植民地としてなる。で、この1815年にですね、今度はコーヒー栽培がですね、始まると。で、1 9 4 0年から45年は、その、日本軍が占領したと。で、45年に再びポルトガル領になって、で、今度ポルトガルがですね、1970年に撤退したと。 で、これ1975年にですね、まあ、独立を宣言するんですが、あの、インドネシアがですね、まあ、軍事侵攻して、で27番目の州として強制的に併合したと。ただこれ国際社会からはですね、ちょっと認められなかったみたいですね。で、ちょっと時代が過ぎて、1991年にサンタクロス事件。これ500人ほどのその虐殺者から、まあ、が出たと。 いう事件で,す、ねはいで、これ、1999年8月にですね、えっ、ー、とですね、インドネシア国連管理の下の下で住民投票が行われて独立を選択。そうするとですね、その併合派とかおよびそのインドネシア国軍がによる襲撃事件が起きたと。で、まあ、1999年からですね、国連による暫定統治の開始。で、この2002年の2月にはですね、 あの日本が国連平和維持活動、PKO にですね自衛隊を派遣しています、はいで。同じ年、2002年の5月20日にですね正式独立。ただあの、2006年にですねこのリリー首都でですね騒乱が発生で。2008年に大統領および首相の襲撃事件が起こるという形で、まあ、しばらくはちょっとバタバタしたみたいですね。はい、でトピックの一番目としてですね東テモール戦紛争。 はい、でこれ、東ティモール紛争とはですね、東ティモールの,あの独立派とですね、で、まあ、インドネシア併合派との間の紛争。で、このインドネシア併合派をですね、バックアップしているのがインドネシア軍という形です。はい。で、まず、東ティモールがですね、まあ、1975年ですね、インドネシアの軍事侵略で、76年に、その、インドネシア27番目の州として,としてですね、 インドネシアがにして宣言ただあの、この併合をです、ね、国際社会は認めてないと。まあ、その例外の中で、オーストラリアなどはこう、まあ、認めたみたいですね。これ、なんでしょうね。まあまああのまあ、東モールとですね、いろいろこう国境も接しているので、まあ、いろんな話し合いが円滑に進めるためにという形で、まあ、インドネシアとの併合を認めたのか、まあ、非常にこれ、面白いですね。はい で東モルティモールの独立ですね、これは1998年にインドネシアのスタルト政権がです、ね、倒れてで、新しい政権ですね、ハビビ政権、ハビビ大統領がです、ねまあ、東ティモールの独立に対しては、まあ、容認の立場を取ったということで、そこで独立運動がこうちょっと盛んになった。で、まあ、国連管理下の下でです、ねまあ、住民投票を行ったところ、まあ、圧倒的多数で独立。 派が勝ったとで、まあ、この住民投票にですね、不服を唱えたのが、その、まあ、インドネシアとの併合派、およびその後ろ盾のインドネシア国軍。で、彼らが、まあ、ティモール住民を襲撃して、町を破壊したと。まあ、いろいろ、まあ、その辺の紛争ですね。で、これですね、えー、まあ、あの、1999年の9月からですね、あの、東ティモール国際軍、 で2000年2月から活動した国際連合東ティモール暫定行政機構などを経て2002年の5月20日に、えー、東ティモールが正式独立という形みたいです。はい、でトピックの2番目としてですねサンタクロス事件これがですね1991年の11月に、まあインまあ、ディリーでですね起きた大量虐殺事件500人以上が虐殺されたみたいですね。 でこれあの独立を求めてですねあのデモ行進をし,たしてた市民に対して無,無差別に発砲した事件みたいですね。でこのサンタクロス事件ですねで必ず出てくるのはこのサンタクロス墓地でですねそのサンタクロス墓地の中でもあのこのセバスティアン・ゴメスっていう人のこの墓がですねこのランドマークみたいな形でこう出てくるんですね。でまあ、こ,のこのゴメスっていう人よ、まあ まあ、独立の指導,指導者だったのか何なったのかまああの、まあ、有名な人なのかなと思ってまあいろいろ探してみたんですが、まあ、この人に対するあんまり資料がないんですね。でなんかあのまああの独立派の若者というそれぐらいのもんでですねあの写真すらちょっと出てこないという形ででこの人のお墓っていうのがですね、まあ、すごくこう,いう有名になってるんですが、まあ、実際のそのゴメスとしてはどんな人だったのか。 っていうもの、資料が残ってないので、まあまあ、まあ、ちょっとこれなんだろうなと思いながら、まあ非常に面白いですね。まあこんなこともあるんですね。はい。ネットピックの3番としてですね、この ASEAN 加盟問題。で、ASEAN というとですね、あの東南アジア諸国連合ですね。で、ASEAN、なんか非常にこの緩やかなですね、まあ、連合体みたいで。 で、各々の国がですね、まああのまあまあ、自国の主権をです、ね、保持したままで、共通政策ですね、あの一部で共通政策を実施するという緩、まあ、やかなその、まあまあ、連,連合組織ということみたいですね。でこれ、1999年にカンボジアがです、ね、加盟して、まあ、それ以後新たな加盟国はないと。で、最後の加盟候補と言われるのがこの東ティモールで,で、2011年に加盟申請をしたけど、いまあ、未だに加盟に至ってないと。 いいうことみたいで,すで、すこれ、東トモールですね、ASEAN 加盟であの2017年ですね、ASEAN、まあの,の創設50年の際にですね、まあ、大きな話題になってで、その時の議長国のフィリピンがですね、こう強く押したみたいですね。ただ、あのー、これに対してですね、なんと反対を唱えたのがシンガポールみたいで、まあ、同年中の加盟が見送られたと、これ、シンガポールとです、ね、東トモールはこのなんかあの関係が悪いとか多分、そういったことは多分ないと思うので。 これ、まあ、経済的な面で,です,、ね、すごくこう関係の強い、まあ、インドネシアがです、ねまあ、インドネシアがティモール東ティモールのその加盟をちょっと反対すると、まあ、いろいろ角が立つということでこのインドネシアの加盟、まあ、インドネシアの考えを汲み取ったです、ね、シンガポールが、まあ、代わりにそのちょっと反対に回ったと <laughs> まあいうことじゃないかなと思うんですが、まあ、このシンガポールの反対というのは非常になんかこれ面白いですね。はい でですね、えー、ポルトガル語諸国共同体ですね。で、まあ、セアの加盟はですね、ちょっとまあ、時間がかかるそうですが、この,あの東ティモールがですね、加盟している共同体として、このポルトガル語諸国共同体っていうのがあるんですね。で、これ、何かって言ったら、ポルトガル語を公用語とする国によってですね、構成される国際機関みたいで、で、これ、あの、加盟している国がですね、あの、アンゴラ、ブラジル、 カーボベルデギニア・ビザでモザンビークポルトガルサントメ・プリンシペ赤道ギニアという形でこれアフリカヨーロッパ南アメリカで東南アジアという, <laughs> こう結構国際的なですねこの機関で,で加盟国の総人口も2億人を超すということみたいですね。 これ、あのアセアンの中でですね、まあ、近隣諸国といろいろこう、まあ、協力していくというのも当然ありですが、これ、ポルトガル語諸国共同体みたいなのもこれ結構使いんじゃないかなと、まあ、言葉がです、ね、共通語ということで話も早いでしょうし、例えばブラジルとかですね、あのアフリカのです、ね、モザンビークとか、まあ、そういった国あたりと、なんかいろいろこう、まあ、なんかビジネスをする、まあ、業務を進めていくというのもあるんじゃないかなと、これをうまく活用すればいいかなというふうには思います。はい。 で注目の人としてですね、ベラ・ガルヨスさん、はいで。この人ですね、なんかあのすごいですね、なんか人身売買、少女兵、亡命、難民生活という数奇な生活をたどりながら、東ティモール大統領補佐官に就任したということ、まあそこまで上り詰めたんですね。ただ、人身売買、少女兵、亡命、難民生活、これ、強烈なコマードを並んでますね。はい でですね、でこの人、なんと2023年にです、ね、大統領選挙が行われるみたいですがその大統領候補の一人みたいですね。でなんとです、ね、もしそこで当選すればアジアで初の同性愛者の大統領となるこれな、なんかですね、まあ、あ LGBTI ですね性的マイノリティの人が大統領になるのはもうアジアで初めてだと。 確かこの東ティモールですね、国民の大変がクリスチャンで、しかもカソリック教徒だったはずですで。カソリックというと、戒律が厳しいという,こういうイメージがあるので、そういった社会の中で、ですねまずその同性愛者というものをまずカミングアウトしたことはすごいなと思うんですが、で今度はもう一つ、こういった背景があ,るありながら、今度はその大統領選挙に出馬すると言うんで、ですねこれ、もし大統領に当選すれば、ちょっとした話題になるんじゃないかなと。 いうこ,とでこれ非常に注目ですね。ベラガルヨシさん、はい、で東モロンの基本情報としてはです、ね、首都がディリー、面積がです、ね、1万,、えー、万4900平方キロメートル、大体岩手県と同じぐらいみたいですね。で人口が12万6000人で、紅葉がテトウンゴおよびポルトガル語、はい。産業としてはです、ね、これ農業、石油、天然ガス、で農業はあのコーヒー栽培が主みたいですね。 で日本との時差はないと。で、周期が99%かかる企業とっていうことみたいですね。で、通貨はですね、ちょっと面白くて、これはあの、のアメリカドルを使ってるんですが、ただ1ドル以下のですね、コインですね、に関しては、センタボというですね、現地通貨を使ってるという形で、まあ、どのような形を取っているのか、これ非常に面白いです。はい で、東ティモールの観光ですね。これ、まずあの、クリストレイですね。で、この,このクリストレイですね。なんかあの、これ、高さが、なんか27メートル。で、世界で3番目に高いですね。そのクリストレイ。で、一番高いのがあの、ブラジルのリオデッジャネイロ。で、2番目があの、ポルトガルのリスボンにあるみたいですね。で、まあ、あの、まあ、この東ティモールのは3番目。ただ、その国のシンボルになってるみたいですね。はい。 であと、先ほどです、ね、話に出たサンタクルス墓地。はい、ここも観光名所になっているみたいですで。それからですね、あのジャコアイランドっていう非常にこう海の綺麗なこな島ですね。なんか無人島みたいですが、あるみたいで、まあ、ここの開発がもっと進むんじゃないかなと。あとそのラメ、ラメラウサンというですね、これ標高2986メーターですから結構高いですね。 の山があって、ま、あそこでのそのトレッキングとかですね。まあ、あま、あそこも一つの観光コースになりそうだということで、まあ、非常にいい素材してるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、これ、アクセス、モデルコースですね。これ、まあ、あの、して、ま、ああの、ま、シンガポールからですね、エアティモールで入る。ないしはそのバリ島からも入るんですね。ヌリビジャイアや航空ヌリ。ヌリビジャイアや航空。 これはなんかスマトラ島ですね、主に置く、まあ、インドネシアの航空会社みたいですが、で入る。ないしその、今度オーストラリアのダーウィンですね、カンタス航空で入るっていう形で、まあ、まあ、いろいろあるんですが、どれもその、週に本数が少ないみたいで、週に1本とか週に2本程度だというんで、まだまだですね、この、東トモールに入るのはアクセスがちょっと早いかなという感じがします。 とということでですね、今回は東南アジアの東ティモールの紹介でした。